どうもこんにちは、太郎です。アリアブナーリア、続きやっていきましょう。最高の経験をさせてるぜ。これ誰だろう誰が言いそうかな。これギリギリハリムかな。なんかちょっと誰が言うんだろう、気になりますね。行きましょう。花火を使って、この BGM いいよな。なんか聞いちゃ、さてリリアはちゃんと目的地に来てるのかっていう、時間通りに。これさ、今までのが全部フラグだと思うんだよな。来てない気がする。おはようございます、学園長。はい、おはようございます。今日は闇の鏡を使わせてくれてありがとうございます。学園長めっちゃ笑顔じゃん。ほんとほんと助かったぜ。なんかカリムには優しくしてそう。絶対優しくしてるだろう、クローリー。マジーメ君の晴れ舞台でしょ？これくらいのお手伝いはしますよ。絶対さ、裏になんかあるやろ、思惑が。私、優しいので、本当に優しい気がする、カリムには。お父上には、くれぐれもよろしくお伝えくださいね。それとできれば、お土産も期待しています。ここめちゃめちゃ強め。多分声大きくなってるな、クローリー。強めの発言。さすが学園長、ただでは済ませないな。さあ、皆さん。おしゃべりはほどほどに。あまり彼を待たせては悪いですよ。彼、そうそう、リリアだよな、多分。先についていたんですね。来客がずっと前からあなたたちのことを待っていたのはその通りですが、ワンルージュ、リリアじゃない？誰が待ってんだ、じゃあ。リリアじゃない？ってことは、シルバーかな？寝てんのかな？寝て待ってたみたいな。お前おはよう。マリウス先輩マジか。これからネッサの国へ行くのだろう。僕も同行させてもらう。なんで来た、なんで異質。リリア先輩、シルバーではなくマリウス先輩を誘ったのか。リリアちゃん、そう来たか。これは予想外。次期国王である僕は、茨の谷を出ることがほとんどない。もっと見聞を広めたいと思っていたが、国にいると、元老院の連中がいろいろとうるさいからな。何やら大きな問題があるみたいですね。それでリリアがこの旅に誘ってくれたんだ。そうなん？なんだ、社会勉強みたいなやつやのマリウスだったのか。学園に通っている今くらい気ままに旅を楽しんでもいいだろうと言っていた。リリアはいないんだけど。リリア何してんの？ねカリム。リリアがいないぞ。あいつは何してんだ今。今朝になって急な腹痛に襲われて体調を崩してしまったんだ。なんだそのベタな理由は。え、こんな日の参加するのは僕一人だ。やばい。まさかの、なんか、誘ってきた人いないっていうね、やばいな。リリア曰く、昨日食べたものの当たりが悪かったらしい。床に落ちたリリアに、いい機会じゃ、お前だけでも楽しんでくれ、と言われてな。当たりが悪かった。食当たりに当たったのか悪かったのかみたいな、当たりだったのか外れだったのかみたいな感じだな。連れのものなしで旅をするのは初めてだが、リリアのためにも今回は存分にネッサの国を堪能しよう。お前よう来たな、マリウス。護衛なしの旅行は初めて。これを聞いたシルバーとセベクはもう自殺レベルだよな、多分。マリウス様みたいな。リリアが来れないのはすごく残念だけど、あいつの分まで最高の経験をさせてやるぜ。あ、やっぱカリムの発言だったな、これ。マリウス、ネッサの国をたっぷり堪能してくれ。ジャベルが黙ってない。ちょっと待てー。めっちゃ声でかいな、これ。ジャベル。カリム、マリウス先輩は茨の谷の王族なんだぞ。これさ、何かあったら責任取れないよな、絶対。ダメだよ。やばいんじゃない、カリム。何なんだって。お目付き役のリリア先輩がいない中、もしもマリウス先輩の身に何かあったらどうする？いや、ほんとだ。外交問題に発展するかもしれない。俺たちの手に負えないぞ。もうジャミルはこれ死んでも阻止した方がいい、これ。やばい。落ち着かないんじゃない？
お前程度に心配されるほど僕はヤワではない。いや、そうおっしゃいますが、みたいな、お客様みたいな感じだよね。それはそうかもしれませんが。今回の天井のジャミルも大変だこれ。どうしたパイパー。その表情、もしや僕が来ては迷惑だったか。そんな、メソもありませんみたいな感じだけど、いえ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 みたいな、もう、でも何かあったらマジでちょっとやばいよね、これ。本当に。マジでやばくない？誘われたと思ったが、手違いだったか？僕は勝手に押しかけたということだろうか。あ、バリウスが悲しんでる。それもちょっとまずい。もうジャミル大変だ。頭の中今、めちゃめちゃさ、回ってんだろうな。遠くで雷の音が聞こえないか？これはやばいんじゃないか。俺も聞こえるよ。さっきまで晴れてたのに。これ何かやばいことが起こってる。角太郎の顔がどんどん怖くなっていくんだぞ。マリウス先輩の機嫌がどんどん悪くなってしまう。ドラコニア君から聞いたのですが、3時間前からここに立って待っていたようですよ。3時間早くない？何もかも早くない？君。やばくない？なんかさ、あれ、なんだっけ、ナイトレイブンカレッジのさ、VDC の時も早く来たよね。マリウス君めっちゃ楽しみにしてんじゃん。もうこれは来てもらうしかないよ、これ。何を大げさに考えてるんだよ。カリム、お前。俺は友達を生まれ故郷に連れて行くだけだ。普通のことじゃないか。ああ、単なる学友であるお前の故郷へ行くのに問題があるのか？この雷のと早く読ませてくれ。いえ、問題はないのですが。あ、止まった？なんとかなったかな、これ。ジャミルが論破されつつある。レアな光景だな。なんか、パワーで納得させられた感あるけどな。マリウス君もカリウム君も周りの苦労も知らずにお気楽だよね。なんか、ケイタ楽しんでるな、この状況。仕方ない。マリウス先輩一人で来てもらうしかなさそうだ。今から走ってシルバーかセベク迎えに行った方がいいんじゃない？ちょっと待っててくださいって言ってさ、ディアソムニアリオにダッシュ。お前、いい写真が撮れそうとか思ってるな。俺は先が思いやられるよ。カオスだよ、このメンバー。それでは皆さん行ってらっしゃい。なんか意外すぎるメンバーが。休暇中にトラブルが起こっても私には全然関係ありませんからね。クローリー最悪だこいつ。もう事の状況を見て、この今、あ、これこのメンバーちょっとやばいかなみたいな思ってさ、保険打ったよね絶対。どうやら今年のヤサミーナ川花火大会は波乱にあふれた祭りになりそうだ。それじゃあネッサの国へレッツゴーなんだぞ。こいつもお気楽だな、グリム。さあ行きましょう、ヌッサの国。いや、めちゃめちゃワクワクするなこれ。続く、いいっすね。なんか展開が結構早い気がする。ストーリークリア。あ、エピソード2になったね。突発トリップをクリアということで行きましょう。灼熱ウェルカム。おい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 、このマップ、ちょっとマップ見れんのこれ。待って、戻る。なんだこのマップは。これがカリムの地元かな。ヒュッ。今の一瞬で見えました。あ、これやったら、なんか妄想が膨らみますね、これ。カリムんちどこだろう。絶対ここだわ。これ絶対カリムんちだよな。川に挟まれて、谷かな、これ。これ全部カリムの家です。入り口どこだろう。庭広いな、絶対これ。きっとこの周りの家は、あの、召使いとかの、なんだ、あの、家。で、なんか、花火大会とかどの辺であるんでしょうね。で、これマップ見るの結構楽しくない？いいな。なんか川沿いにさ、こうやって座れるところかな、これ。寝っ転がれそうなところとかって気持ちよさそうだな。この小島とかもなんかいいっすね。こっちは農業地域ですかね。なんか砂漠って言ってたから、めっちゃ水ないかなと思ったけど、結構水があるからいいな。
ハリムのさ、魔法のオアシスメーカーとかってあるじゃん、ユニーク魔法の。ああいうのになんか揺らしてんのかな。よいしょ。マップ解除。じゃあストーリーの方行きましょうかね。俺たちの生まれた街。いやー、どうなっちゃうんだろう。まあ、ただじゃ済まないよな、このイベント。おう、なんだこれ。え、こんなのあった今まで。今までのツイステに。こんなイラスト。ヒュー。雰囲気があっていいですね。なんかこうさ、ごちゃごちゃした。アリアーブナリア。ジャミール。お前喋んのか。ごちゃごちゃした街っていいっすよね。なんかワクワクする。俺たちの生まれた街。絹の街。日差しがすっげー。ネッサの国に帰ってきたって感じだ。なんかお迎えの人めっちゃいそう。お互い帰省のタイミングがなかったからな。いろいろ大変だったからな。ここがネッサの国なんですね。俺はジャミルの生まれ故郷だ。熱気と活気に溢れているだろ。いやめっちゃ暑そう。いきなり汗が吹き出してきたよ。こんなさ、冬服じゃちょっと耐えられないんじゃない。気温もですが、日差しもかなり強いです。気をつけてください。日焼けしちゃう。ケイト君こんなに白いのにさ、このイベント終わったらちょっと黒くなっちゃったりしてね。石畳の道路が日光で熱くなって、照り返しで体中がほててくる感じがする。しっかり日焼け止めを塗っておかないとね。さすがケイト先輩。トレイも結構白いな、こうやって見ると。俺も帽子をかぶるべきだった。参ったな。なんか帽子似合いそう。なんかツバが結構大きめの帽子かぶりそうだよね。ネッサの国は広大な砂漠を有する熱帯気候です。この国の大部分は海に面した大きな半島なんです。恵まれてる感じがするな、本当に。海岸近くには高級住宅街やリゾートホテルが軒を連ねていますよ。本当に観光案内してんな、ジャミル。この街はネッサの国の中心部に位置していて、観光地として国内以外問わず人気ですね。マレーサ様はどうでしょうか。そのようだな。地図を手にした者がたくさんいる。よく見てるの。観光用のガイドブックだね。みんな半袖やハーフパンツで涼しそう。着替えようぜ。もう、この国のユニクロに行こう。ねえねえ、ここはなんていう街なの。ここは絹の街です。俺たちの生まれた町だよ。ここが金の町か。ガイドブックにも載ってたよ。評判通り、建物が白い石造りですっごく綺麗。早速一枚。てか、高校にさ、あっという間にワープできるあの鏡すげえな。俺だったら、こっそり旅行しまくるかもしれない。絶対いいよね、あれ。昔は建築に適した木材の入手が困難だったので、岩場で、採掘できる石を作った建物ができたそうですよ。あ、そうなんだ。なんか結構でも涼しそうだよね。岩とかのさ、家で住んでたら。最近では様々な建築材が使えますが、石造りは暑さをしのげるので、今でも建てられ続けています。やっぱりそうなんだ。ネッサの国といえば、この石造りの家や建物のイメージだな。まるで映画のセットみたい。おしゃれだよね。なんかカラフルでいいよね、本当に。花とかもちゃんと咲いてるしさ。建物の他にグルメも自信を持っておすすめできるぞ。辛いものがありそう。うまそうだよね。海に面した場所から運河を通り、毎日新鮮な海産物が届くんだ。イメージとちょっと違う。シーフードか。大人気で星付きレストランも多いんだぜ。いや、絶対でもさ、カリムんちの方が飯やばいだろ。そんなレストラン品にならないような料理が出てきそう。こっちに川が流れてるんだぞ。涼しくて気持ちいい。グリームはもう川に夢中。もう興味なし。建物とか、そういうの。まあ食い物かな。さっき話していた運河だな。あ、あそこで水しぶきが上がった魚がいるのか。なんか子供みたいで可愛いな、グリーム。おい、グリーム。あまり運河に近づくな。危ないぞ。もう溺れてほしい、グリーム。ちょっとだけ。やはは、バカにすんなよ、トレイ。俺様そんな間抜けじゃねえんだぞ。振りにしか聞こえないんだけど。落ちた？あ、マジで落ちた？どうも。グリムー！うなー！
あー、グリちゃんが川に落ちちゃった。やばいやばいやばい。俺が言っちゃったからかもしれない。ごめん、グリム。いやー。船が向かってくるんだぞ。引かれる。やばいね。危ない。どうしよう、ほっとこうって感じ。ちょっとほっとこうぜ、つって。助かったかな？危ないから、ペットが運河に飛び込まないように注意するんだよ。船乗りさん、助けてくれたのか？すみませんでした。もう早速ジャメルの手を煩わせてしまったな。俺はペットじゃないんだぞ。お前もう黙っとけ、ちょっとグリム。おお、あれほど必死にもがいていたのに、まだ口ごたえをする元気があるのか。口ごたえ。マリウスとさ、グリムの絡みとかもいいよね。運河というのは、車やマジカルホイールの行き交う道路と同じようなものだ。怒ってるよ、ジャメルは。ここの要で、ひっきりなしに船が行き来をしている。当然、泳ぐのは禁止されている。危険な場所だ。早速飛び込んだ。船を運転していた船頭さんに助けてもらってよかったな、グリム。よくなんてない。ドボンって落ちたら、ブワーって流されて、めちゃくちゃ焦ったんだぞ。足もつかないし、船はどんどん迫ってくるし、もうダメかと思った。かわいいね。旅先では注意をしないとダメってことだ。これに懲りて気をつけろよ、グリム。なんかさ、この先のこと考えると、実は、今回のトラブルは大したことなかったりするかもしれない。ほら、じっとしていろ。濡れた体を拭いてやるから。風邪をひかれちゃたまらない。ぐぬぬー。いきなりやらかしたな、グリム。早速。ストーリークリア。いやー、面白いっすね。ついに。お、なんか、怒る？これ。パカ。これはまさか？お！トレイさんですね。いや、似合うな。てか、なんかさ、こういう格好さ、よくさせられるよね。あの、星に願いの時もさ、似たような格好してたからさ、あれ？これ担当ですか？みたいな、ちょっと思った。このメンバーで旅行をする日が来るなんて、思わなかったな。よろしく。いいっすね。帽子は？帽子かぶるって言ってなかったっけ？まあでも、似合ってるな。なんか目元とかさ、ツイステちゃんと化粧しててすげえよな。なんだこの腕につけてるやつは、カリムンチーからもらった数万マドルのやつかな。似合ってますね。いい感じ。期間限定参加カード。いや、ぜひ正式加入させていきたいと思います。ストーリークリアですね。さて、まあ、続き気になるところなんですが、今回はこれで終わりにしておきましょう。その昔の話だぜ、何なんでしょうね。気になるところです。では、また次の動画でお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。では、またね。バイバイ。